つれえわ。つれえな。やっていこう、今日も。今日はエピソードイグニス。イグニスやるよ。イグニスやる前にいつものちょっと、またこいつ時間ほど、モブハント。結構倒したんじゃない？もう。だいぶ倒してきてると思うよ、モブハン。実際今何匹倒してんだろう。20、30ぐらいいってるんじゃない。80いけばいいんだって全部。ここから見える夜景はいいな。とりあえず今4だって、レベル4になったんだっけ、モブハンレベル。ちょっと倒せる幅が増えたんじゃない、これで。あー、でもフェニックスの買わなきゃダメだ、そろそろ。なんか買ってくか。買ってく、手に用がない。車に詰める分だけだぞ。9個しかない。ポーションもない。これはいくらなんでもちょっと。ああ、そうだな。来ないのか。ゆっくり見てってください。もうハイポーション、ポーションじゃなくてハイポーションの時代かも。ありがとうございました。ポーションダメか。ダムでーす。おい、これ見てみる。どうした？キャンプに最適、各種鍋、養蜂にお答えして再入荷。面白いもんねえかな。オートから持参したもので十分だぞ。違うの？確認ってこれじゃないの？鍋見せたかったの、結局。はあ、戦わなくて済むって安心。修理も燃料もバッチリです。これでようやく出発。飯、ちゃんと食ってるか。何か食ってくか。倒してきてくれるのか。おー、増えた増えた。増えたか？増えてないな。ちょ、ベヒモスが来た。まだ受けれないってことか。よろしく頼む。助かるよ。よろしく頼む。近いな、ウィーバー荒野。もうこれ全部ここで済ませられるってことか。ここから選んでくれ。ん？新作ハンマーヘッドサンド、これ食っとこう。ちょっと待っててくれ。だよな。これなら再現できそうな。再現できるよな、これ。肉厚カツサンド。
俺が知ってるのは、腹は満たせたみたいだな。で、これ日中にすればいいんでしょ。4時か。これどっちの4時だ、夕方の4時か朝の4時か。どっちだこれ。あ、でも多分朝の4時なんだろうなこれ。さっきのリゾート地で朝だったから、朝っていうか夜だったから、じゃあ行くか。585m 先。これすぐ終わるぞ多分。よろしく。よし、行こう。行こうか。行こう。全然コンポタ溶けてないんだけど、さっきからムカつくな。なんかつれえわ。まあでも大したことねえじゃろ。朝日、夜が明けちまったな。結局移動してたな。違う。ユニスの次は見直した。次はアーレ。行こうぜ。チョコボは。おー、来た。行こう。車でこういうところも走りたいよな、荒野を。できないんかな。オープンワールドなんだけど、それぐらいあってもいいと思うんやけどな。フォルツァはいろんなとこ走れたよ。フォルツァどこでも走れるよ、ほんとに。ありがとな。ガードせよ、ガード。状況は心配するほどじゃ。これダメだな。
サーキュラーソーよりも飛竜の槍だ。こっちだ。仕切り直しだ。やっぱモブ硬いよな、これ。モブっていうか普通のモンスターよ。HP いくらだこれ。ライブラ、ライブラはあれでしょ、あのゲートじゃないと見れないんでしょ。73,000。車が飛べるようになる、どういうことよ。どんなゲームで車飛べるようになるんだ。そういうゲームか。エグニス、シジ、集合しろ。車が飛ぶってどういうこと。あ、魔改造。それは気になる。あ、でも噂には聞いてたかもしれないな、その車が。エグニス、遅れるなよ。エグニス、どうやった車が。想像が全然できないな、車が。とあー、だから飛空艇がないんだ今回。そりゃねえわ、やっぱ飛空艇入れてほしいわ。最後団体降りてくるんじゃないの。なんか大丈夫。あ、バーストしてる、バーストしてる。ちょ、エグニス、シジ、集合しろ。おいよ、はいよ。あ、使うか、使うか。いけいけ。お、なんか折ったよ、角折ったよ。あ、角また折った。おーし、あと1匹。よーし、サンキュー。うん、最初から殺してりゃよかった。決まってよかったな。よろしく。ん、シドは空飛ぶこと言ってなかった、言ってなかったっけ。あー、おるが、愛護団体来とるが。ウリ、待って、レストランじゃねえ、まだあと2つ受けてるわ。どこだ。遠くね、1キロ先って。お、どうしたどうしたどうした。また頼むぞ。助かったよ、なんとか帰れそうだ。解決できたな。
これで1ミッションってこと？ミッション稼ぎにはちょっと今のありがたいな。今ので1個高いってことだもんな。あのポーションあげるだけで。頼むな。うり。うり。遠いなあ、しかし。愛護団体か。潜入スムース基地。え、何、基地の潜入まであんのこれ。いや、そんな後は後。基地に潜入して何するの、また破壊しろってこと。あれか、いろんな基地に潜入して帝国の基地をどんどん破壊していくっていうゲームか。おい、ノクト、上だ。また愛護団体か。多すぎよ。これ囲まれたらヤバそうだね。油断するとやられるぞ。お、車じゃ。遅え遅え遅え。行け行け。ありがとな。お疲れさん。よろしく。遊んでねえで行くか。ちょっと。いや。多くない？あ、トーテツか。いや。おー、次キリンか。こいつで間違いなさそう。何チョコボ、何してくれたの今。HP 高いな、このキリンも結構。4万ぐらいあるんじゃないこれ。なんかリジェネかかってね、こっち今。まさかチョコボか。これで来るよ。ノクト、あとあと減ってるやつから、減ってるやつから、あとあと体力高いやつは後回しだ。こっちどうだ。今のとこ異常なし。こちらは雑魚だ。そういえばライオンハート取ってたな前回。
プロンプトが。お、上がるが、結構上がるが、 HP が一定割合以下になると攻撃力大幅アップ。おお、これいいじゃん。ライオンハート、こっちにしよう。どうも。よし。と、あとこれか、陽動する野生の霊人。またキリン。今思ったけど、俺らってさ、キングスナイトみたいじゃない？はあ？4人で一緒に戦うじゃん。じゃあ俺は星5の強さだな。いや、そのレアキャラは俺だ。そういえば、D のだっけ？あいつなんか持ってこいって言ってたな。指輪の原料、原石持ってこいって言ってたけど、どこなんだろう。お、チョコボのスタミナとジャンプ力が上昇しました。分散するなよ、ちょっと攻撃を。みんなでまとめて1体ずつ倒せば早いんだよ。こいつらみんな攻撃を分散しすぎよ。みんなで協力しようよ。早い早い、すごい早い。でも A なんだ。結構早かったよ今回。これで A なんだ。レストランでモブハントができるんだっけ、受けれるのは。レストランがあるところじゃないとダメってことでいいんかな、モブハント。なんかいつもと違うな。ボス戦をクリアしたということか。で、どこ行きゃいいんだこれ。どこ行きゃいいっていうのもあれだけど、ここか、ここ行こうか。クロー、ちょっと待ってよ、これどうやって行くんだ。車って呼べたよな、確か車呼べたよな。車を呼ぶ。100円。あ、ジャフが来た。オーライ、オーライ、ストップ。
ほんほん、そういうシステムなんだ。で、ここで報告はどこでもいいんだっけ。あーでもあれ行ってみるか、一回ちょっとここで一旦モブハント終了させてアラネアと戦ってみようか。今日ノクトも来てよ。なんでよ、なんでハンマーヘッド戻ってきたんよ。俺ここに来たいんじゃないって、油田なんとかってとこ行きたかったのに。ああ、今日は何してる。ご苦労さん。基地潜入のクエストまだです。ちょ、それ行くか、今日はそれ行こうか。なんかさっき出たけど、なんか基地がどうのって。アラネアと戦闘はあれだよ、あのプロンプト編の。ご苦労さん。今日はどうするんだ。こいつらには迷惑してる。誇り高き110を、これ受けたいけどまだまだなんだろうな。これ気に入ったならまた来てくれ。いびつなエンジン。いびつ。潜入フムス基地は出てるけど、いびつなエンジンは出てないな。これ違うな、でも違うな、オート製バッテリー違うな、なんだろう。はっ、マジで。よし、今日はフムス基地やろう。行こう行こう、イグニスやる前にフムス基地を奪還しよう。今日は30分もあればいけるじゃろ。フムス基地潜入で、いびつなエンジンで、未知なる大地で、クリア後にシドニーに話しかけると空を飛ぶと。やる、欲しい。行け行け、さっさと行こうよ。フムース基地打ち入りじゃ。よっ。嘘じゃろ、失敗すると即死亡。それ空飛ぶ車ってどうなんだろうな。無理だと思う俺は。生きてるうちには無理だと思う。よというのも形状が絶対な、飛べない形状なんだと思うよ。こうよ、なんだろうな、ほら飛行機ですらあの羽に推力を受けてから飛んでるんでしょ。まずその原理をなんとか解決しないと絶対飛べないと思うよ。それ。空飛ぶ、宙は浮きそうだけどね、宙ぐらいは浮きそうだけど、空を飛ぶってなると。でもあれでしょう、なんか、来年、今年からなんか、ニュースで見たんだけどさ、今日今年だったっけ、来年だったっけ、
レベル4の、自動運転が、一般でも解禁されるとかどうのって聞いたよ。レベル4は、高速道路とかだな確か。それ一般道じゃないけど高速道路の自動運転が解禁されるっていうのは。しつこいやつは嫌われるぜ。でそれ解禁されるってことは免許なしで車が乗れるってことになるんだよ。自動運転レベル4は。ってことは俺も車に乗れるってことじゃないか。ありがとな、うん、お疲れさん。免許のない俺でも車に乗れるってことになるらしいよ。圧倒的だな。どうする？正面から攻めても力を無駄に消耗するだけだ。気づかれないように潜入。兵器や設備を一つずつ潰す作戦が有効だろう。テロリストじゃん。準備はできたか？ああ、鉛筆で書いた線の上ね。攻略開始。作戦開始は夜だ。オファンです。夜明けまでに終わらせるぞ。オファンです。線の上を走る車ね。それが自動運転なんじゃないかな。こうルートを設定してっていう。ま、あ、ネギマが帰った。嘘じゃろ。ここは帰り歩いて帰らないとダメってことじゃん。嘘じゃ。歩兵たちの動力供給を断つんだ。魔導装置を狙えば兵器の能力が下がる。行くぞ。魔導動力源破壊。どっかで見てよ。こいつらあれか、なんかしたら動くんじゃなかったっけ。電解コンデンサー。あー、これも多分素材なんだろうな。こいつら寝てんのか。あ、そうだ、ジャフが100円で呼べるんだ。警戒状態になれば寝ていた魔導兵たちも起動されるはずだ。要はあの矢印方向ね。カトイニディベス。あ、マジで探してくれてたんだ、ありがたい。でもないでしょ、どこにもないでしょ。蚊もないし、イニディも。こっちもね、岡山本当に20店舗ぐらい回って、本当ないもん。うっ、どっちは、待て、びっくりした、危ねえ、レーザーにかかるとこだった。大丈夫だったわ。ないんかな、もうやっぱりもう。ネットの通販とかで探せってことなんだろうな。しょうがない、文明の利器を使うかも。最終手段。帝国兵レベル3だよ、大丈夫これ。え、ちょ、シフトキル今出たのになんで飛んだ。ちょー、窓アーマー。今シフトキル出たのにさ、このマップシフトにカチャ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 切り替わるのやめてほしいな。ベスト版は嫌いなんです、残念ながら。ベスト版なんか、なんだろうな、あのパッケージがなんか簡素化されたのがすごいみたい。ちょ待て、死んどるし、ダメージでか。違う、アイテムって全部使うんだっけ。待て、アイテム、ちょ、アイテムを使わせろと。ああ、それは使えんわ、石化してるんだ。
ちょすげえすげえ多い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 これ多い多い無理無理無理すげえいるじゃん強化魔導兵こんなんサーキュラー層で一体した方がマシンナリーで一体し一掃した方が早いよもうこれ一体で倒すよりもたぶんこれあとシフトキルしていくよりもわざと見つかってもう潰した方が早いわどっからどう倒すかいうのを見るよりももうなんだろう本当に敵にわざと見つかって全員呼び寄せた方が早いわ作戦で言うと作戦的にはほらほら全員来てるじゃんこうやってでマシンでぶっ飛ばせるんだからさこっちの方が楽っちゃ楽かきた敵の増援が来てるぜまたお会いできて光栄だよ王子ロッキー誰だもう逃げ道はありませんカリボ幸福なサイルシスの王子今のうちですよ誰々しい誰だおそらく帝国軍中将カリゴってあの後頭部殴られたやつかノクタ決着をつけよう後頭部殴られて消えたやつか目標は敵の殲滅だどうはっあいつ本当出番どこ行ったんだって思ったけどここに出番あるんだ受けてみろ受けてみろ行くぞまだこっちだエルセ集合しろはいよ待て強いこれ強い方だこれはどうする回復しない我々から逃げ回った王子の運命これでおしまい出撃ノクティス王子を捕らえよ お窓アーマー今度はめんどくさいのしかも一匹じゃねえぞこれバーストしてる。うわあ。でも全然弱いな。全然弱いわ。
まずあのレーザー放ってくるやつだ。この赤いレーザー撃ってるやつだ。こいつをなんとかしなきゃ。ちょっとそう、狙撃兵をなんとかしなきゃ。ちょっとはマシンで一掃だ。こいつらはこれでいける。重装兵は槍だ。そろそろ疲れてきたんじゃないか。こいつで一気に畳んでやるよ。あなたたちの顔を拝めるのこれで最後。まだ来るか。で、ここに来て溜めておいたファントムソードで、ファントムソードで全然減らされてねえし。ないな、それは。ファントムソード復活はせっかく撃ったのに試合終了してるって、それは避けたいからな。わあ、プロンプト死んでるしな。ノクティス頑張って。もう死んでるし。うわあ、これきつい。ダメージ量が全然違うもん。待て、やってないことがある。アビリティだ。AP545 ってわけのわかんない数値まで溜まってるわ。これ結構溜まってるから、これなんか覚えさせようよ。どれだっけ、ほら HP、 これ全員の HP がレベルかける10アップ。で体力、体力か。99使うんでしょ、体力アップ。どうする。これ何が便利なの。何を覚えさせたら便利なんだろう。こっからは ファントムソードの攻撃力アップとかないんかな。あー、でもやっぱ体力か。これいこう。これでだいぶ耐えれるようになったんじゃない。全然耐えれてないんだ。
いぶ悩んでるか。わあ、もう今度グラディオラス。バーストしてるし、今度はこっちが。わあ、あー、これグラディオラスまだまた死んでるし。一撃が重い。一発2500って。1800って、ここでもうワンパンゲーになってきたわ。もう完全にこっから、このシステムはクソ。本当に何度も言うが、これはクソだと思う。違うじゃろうそれ。あ、待て、何かあそこにあるよ。いいものがあるよ。おお、ずどど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 ど、使え使え、これ使え。どっからだどっからだ。エリクサ使え使え。一匹でも潰せば窓ワーマーを、一匹でも潰せばこっちのもんじゃ。弾切れ、弾切れか。うわー、弾切れなんてあるんだ。探せ探せ。おお、ないなないな。まだ撃てるが、弾切れじゃねえし。よし、弾切れなんてなかった。オーバーヒートしてるだけだ。これ見つけてしまったからもう余裕だな、本当。これはイメージだ。うわぁ、どど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 からこれ使っとけよかったわ、本当に。よし、もうここには用はない。やった。おい、潰したよ。なんだ、最初からあんなんあるんなら、あれで周りのやつら全員ぶっ飛ばせばよかったんだ。また変なの見つけたな。あ、待って、これ前のと合わせて3つで1個の部品になるんじゃない？一度
ハンマーヘッドに持って行ってみるか。うん、シドニーに。ああ、シドじゃなくシドニーにな。ジャフ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 。宿泊地戻れるがこれ、ジャフ使わんでも。なあ、戻れるがんこれ。もしで、これでこれをシドニーに渡せば店入ろうぜ。うん、行こう。ノクトも来てよ。あれ王子、面白いもの持ってるね。ああ、これのことか。これを手に入れてるってことは結構しっかり世界を回ったってことか。よし、ちょっと時間ちょうだい。任せといて、急いでレガリアに組み込むよ。さあ、行ってらっしゃい。走るだけじゃ見られない景色が見られるよ。ちょ、フロントカウルがおかしなことになっとるよ。なんかディアボロチューンになっとるよこれ。タイプ F、 ディアボロチューンじゃねえかこれ。お、ちょうどいいタイミングだね。新作ができたよ。どうする？好きな色を選んでね。ホイールカラーはどう？今できるのはこれかな。いや、ねえな、ダセえな。どのステッカーにする？いいのあった？っていうか、フルカスタムできないんだ。ディアブロチューンは。どのステッカーにする？全然フルカスタムできないじゃん。そんなんサボテンダーだわ。マジか、ディアブロチューンフルカスタムできないんだ。ここじゃろ。ここで。いいのあった？どのステッカーにする？こうじゃろ？こうじゃろ？ちょっと待って、ここじゃろ？こうじゃろ？で、右サイド。いいのあった？どのステッカーにする？こうじゃろ？こうな。で、トップ。いいのあった？いや、前か、フロントか。バッドモービルだこれ。何色にする？次はインテリアカラーを選んでね。ショコラかな、やっぱり。ライトブルーめ、これだな、これだ、これでいこう。これでいい？楽しみにしててよ。
注文通りに仕上がったよ。ちょ、何が起こるの？飛行機能を備えたレガリアです。速度が一定以上の時にバツを押すことで離陸し、飛行中は、高度や進路を変更できます。着陸に…嘘じゃろ、着陸に失敗した場合ゲームオーバーって。今日も気合い入れていくか。どうなんそれ。ちょ、飛空艇ない、飛空艇のテーマない。引く手、ちょ、DC ディアが多すぎる。これ曲を選ぶのめんどくさいな。直線道路に降りた方が無難。引く手点でいいや。まさかこうなるとはな。新しい景色だ。おおおおお。かっけえ。これはかっけえわ。それ多分ね、ウォークマンにできないんだと思うよ。だってソニーで FF15 出してるけど、ほら XBOX でも出してるじゃん、マイクロソフト。だからウォークマンは提供っていうかコラボしないと無理なんだろうな多分。でこれ地図見れないんだ。どうやって、あ、こうか。地図開くボタン変わってるわ。ちょっと俺ここへ行って終わりたいんだ今日。ここで次回のちょっと これピンつけれないんかな。どっちだ。わあ、すげえなんか扱いづらいっていうか。とりあえず道路へ降りなきゃ死ぬな多分。うまいこと降りる方法ないかな。着陸準備、ここじゃ。待て。嘘じゃろ。ぬるっといったわ。コントローラーがぬるっといったわ今。嘘じゃろ今の。
そうなるんだ。待てと今の。行こうぜ。納車初日に事故るってあんな気分なんだろうな。おーおーおーまさかこうなったな。嘘だったもん本当に。新しい景色だ。そういうところいらない、いらないところでさ、リアル感出さなくていいよ本当に。そういう、ちょ待って、コントローラー右にドリフトしてないかこれ。ちょっと待ってコントローラーがドリフトしてないこれ。あ、治った。おお、怖っ。大丈夫だよな。こう、コル将軍とグラディオラス戦ってる時もなんかドリフトしてたんだよ。ドリフトっていうか勝手にグラディオラスが歩き回ってたりさ。コントローラーが壊れてるっていうよりもゲーム中のバグって感じがするわ。ここな、ここな。ランディング、こうな。U ターン。いやー、しかしひどい。全然知らなかったわそういうの。なんかコントローラーがドリフトしてたんだわ多分さっきの。ひどかったわほんと今の。あんななるんだ。回復系のアイテム買わないとね。お、意外と真面目じゃん。事故ったら。意外って。よし、ちょっとここまでに、本編ここまでにしてちょっとイグニス行こうか。一回だけアラネアと戦おう。ちょっとグローズネストにようこそ。何か食べてくかい。これ全部受けておいて、次回のために受けておいて。頼んだぞ。ガルラな。ガルラも討伐対象な。頼んだぞ。もうコツをつかんだらこっちのもんよ。それじゃ頼んだぞ。今カトブレパスって言ったけどさ、もしかしてさ、あの湖にいるでっかいさ、首の長いやつってカトブレパス、もしかして。なんかそんな気がするな。カトブレパスも出るんだ今回。そもそもカトブレパスって召喚獣じゃなかったっけ、もともと。FF5 から出て。違ったっけ？ちょっと一回じゃあアラネアと戦ってみるわ、これ。
クストラバトルな、これな。アラネアと戦うモードです。非常に手応えのある戦闘が楽しめます。どうせ今回もポーションが3つにフェニックスの方が1個でしょう。カトブレパスあれ豚っ放じゃなかったっけ？デザイン今回。さあ腕の見せ所だ。うん、でどうやるしかない。これ避けながらさ、これ打ってる方が。これでいけるんじゃない？どうせ時間制限ないし。ちょ、何その技？吸い付いてきたよ。ポーション1個にエリクサーが2個、フェニックスのが1。ここな。なんでセルフィーショットした俺今。違う。もったいな今の。それ何？その技何？スターシェル。全然命中してないな。全然当たってなくね、これ。それじゃね。ほらほら、全然当たってなくね、これ。してるんだ。よーし、これは今来たと思ったよ俺。今のはちょっと狙ってみたけど。
めて、早よ貯めて、早よ貯まって、うわっ、避けれんかった、うわっ、ね、あーもう間違えた、ボタン、ま、もうなんでそこにステルフィーショット入っとんよ、ほんとにやめえと、取るなと、テンパるな、今チャンスじゃったろう、マジやめてほしいな、ここよし、もうなんでど、ちょ待て、これ上押してなんでセルフィーが出るんだ、これ本当に、おかしくね、ボタン配置なんで、技を必殺技打ってセルフィー出る、今のなんかおかしくね？俺は上を押したぞ、ちゃんと。なんかさっきのドリフトといい。よしよし、入った、ちゃんと入った。だいぶ追い詰めてるよこれ。お。何された俺今。ちょこれフェニックスのでな。この時のためか。技が出ん、技が出んのんだけど、これなんで今出るん、これ。今度これの倒し方だな、これダメージャー、まだ倒し方がわからんと勝てんわこれはまだこの間みたいにイライラしそうやからやめる、もう。ただでさえコントローラーおかしかったのに、今マジで。だってあれ2、3発分ぐらい無駄にしてるよな、あれ技。マジでそれはやめてほしいな。じゃあイグニスやろう今日は。
ューゲーム、ノーマルで。いや、なんでちゃんと上押してんのにさ、セルフィーになったんだろう、あれ。意味わかんないでしょ。意味わかんないわ、本当に。メインは、今日のメインはこれなのよ。遊びすぎた。王とは絶対に立ち止まってはならないものだ。どれほどの犠牲が出ようとも前に進み続けなければならない。若くない？しかし王といえども迷い悩むこともあるだろう。その時はそばでノクティスを支えてほしい。友として、兄として。そうなん？兄貴なん？どうかノクティスを頼む。兄弟だったんや。そりゃ、そりゃ重大なネタバレやわ。俺を許してほしい。の兄貴ではないんだ。ここからでは状況がわからない。最大限速報。あ、あれな、劉備関羽張飛みたいなもんな。素で受け止めたわ俺。ノクト笑うところあんまりないんじゃない？ノクトが笑ってる。友として兄としてってややこしいこと言うから、ほんと。岸まで泳ぐ。なんで目を怪我したんかが分かるってことな。ここ上がれる場所は。水中から上がるには低い陸地に向かって、アナログスティックで上がることができます。聞こえるか？よかった、無事だったんだね。ああ、それよりノクトが心配だ。別ルートで祭壇を目指す。陽動を展開してくれ。敵の戦力を分散させたい。了解だ。どうか見
見渡せる場所は。アイテムありそうなんよな。ほらやっぱりな、こういうの拾ってけ、ちゃんと拾ってけ、いいことあるぞ。ほん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 、属性を変えながら戦うってやつな。イグニスは偵察兵か、面倒だな。エレメンタルダガー、イグニスの武器エレメンタルダガーには属性があります。ターゲットに合わせて、十字キーで属性を切り替えて戦いましょう。炎属性、単体の敵に対して強力な連続攻撃。あいつ見よるね、えんか。立つな立つな。アイテムあってもなんか探すの結構しんどそうだな今回。エレメンタルだが氷、氷は範囲攻撃ってこと。雷、高速移動しながら。ほう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 、そうか、そういうことな。ロイヤルパックですよこれ。PS5 の PS5 購入者はなんかプレステ4のソフトが、なんかいろいろと無料に なってるっていうので、FF15 もなんか、PS Now に加入者は無料でなんかロイヤルパックがもらえるっていうので。本物属性のサーチアイ、単体に対して複数のダガーを投げる、単体な炎はで、霊気が複数の範囲なで、雷が感電状態の状態異常系な。 OKOK、ドラマ CD 多分ついてないなかったと思うよ。説明がガンガン出よんだけどさ、こうボタン連打系のキャラだから説明がそんな出られても困るわ。無理よ。とりあえずやってらなれるわ。ドラマ CD とやらが気になるな、それ。ていうか、いろんなところで保管しすぎよ。ゲームだけで片付けずに。魔導フックショット、高台にあるポイントに L2 で移動することができます。ノクトが城を出る前の話、面白そうじゃん。魔導フックショットを使用することで自由に建物に上り下りすることができます。そのドラマ CD がノクトが城を出る前の話ってやつね。ちょっと面白そうじゃないそれ。
進撃の巨人やがやっぱりこれ。アルクバレーの地区が制圧された。帝国軍がオルティシエ全体に展開しています。R3 でタクティカルオペレーション画面を開き戦局を確認しましょう。タクティカルオペレーション、敵の位置や制圧エリアをタクティカルオペレーションで確認できます。めんどくないこれ赤エリア帝国軍が制圧、青エリアアコールド軍が維持、白エリアどこにも属してない。これ系俺苦手だわ。エリア内にいるすべての敵軍、帝国を倒すとアコルド軍のエリアになります。ここで、これはややこしいぞ。これ全部制圧していけってことでしょう。エリア内にいる帝国軍の兵力はミリタリーバランスで確認することができます。赤が減りすべてなくなったら奪還成功になります。戦争を放棄、全体は直ちに撤退を開始せよ。繰り返す、全体直ちに撤退。見て、どれがいいんだ。これで一気に、あ、真ん中でこれ範囲集中力いるぞこれ。おじいにはこのイグニスの動きの速さ結構集中してやらなきゃついていけないぞ。動きに速すぎて何してるか分かんないもん。この窓ワーマー何が効くの。雷とりあえず兵士、あいつが邪魔だ。俺イグニス何しとんかわからんな今のところ。イグニス本当に動きが速すぎてさ、どういう行動すればいいのか全然わかんないわ。使いづらい。使いづらいイグニス。トロンプとは使いやすかったけど。了解した。迷っている時間はない。向かってみる。首相、聞こえますか？ノクト救出に力を貸していただきたい。水神と巨神の戦いで今はそれどころではないのだけど、ルシス王もカナニも生きているかどうか。必ず生きています。二人を飛び出せたらしない。兵に情報を集めるよ。誰か、もうこれは慣れが必要だわ。こちらイグニス、氷に変えて範囲じゃろ。こういうのか敵が固まっとると氷に変えて反撃。重装、こういうばらけた場合は、雷で一掃していく。雷で動きながら戦う。
が単体の場合は炎にして1体ずつ片付ける。これは雷か。雷は威力が低いと。ってことは、いやでも相手雷が弱点か。ダメなの、そのなんだろう、その俺のやり方、その集まっとったら氷ってわけでもないよな。弱点があるんだから。ゼロポイント、エスケープ、なんで？これは敵を探していけってこと？なんでだこれ。何しよるか。どこへ上がりゃいいんだこれ。ああこれで上がれるんだ。めんどくさ。癖が強すぎる。YouTube にもドラマがある。ちょっとググってみよう。FF のポータルサイトみたいな YouTube 見つけたけど、そこでいいんかな。ちょっと見てみよう。よし、ポルポル地区の奪還に成功。ここ赤いよ。バーチェン、エルテターノが多いな。結構あるぞこれ。うわー、なんでよ。癖が強すぎるわこのイグニス編。氷だ、ここは氷だ。サーチアイ。ちょいちょい出てる資格もよくわかんないしさ、何あの資格。癖が強いなぁ、本当にこのプレイ感覚っていうか操作感っていうか。まず何していいかが分かんないもん。奪還しろっていうのは分かる。こんなん一人でやるもんじゃねえじゃろ普通。
印刷はあるんな。オッケーオッケー。レプタード地区向こうな、なんか敵のマーク見えたけど。回避、四角は回避なんだ。でもなんであんな敵の攻撃が終わった後に回避ボタンが出るんだろう。なんかやっぱおかしくない今日。なんかラグみたいなのがあるけど、なんで敵の攻撃が終わった後に四角ボタンが出るんだろう。無駄だ。あ、でも普通に戻ってるな、さっきと違うな。攻撃してねえじゃん敵。なんでやっぱ違うくない？何の資格？回避っていう感じもしないけど。なんか押してみたらさ、イグニスなんか無駄にかっこよく回転したりしてるんだけど。そういうかっこいいポーズ取る的な違うじゃろ。おお、マドワーマがおるな、あいつな。しかも1匹じゃねえ、2匹いる。どう倒すかなこれ、どう対処すりゃいいんだ。うえー、よし、転んだ転んだ転んだら炎か反対か。ハイジャンプね、イグニスもそんな技があるの。本編で全然使ったことない技がいっぱい出てるからさ。なんかものすごく忙しいというか。これで全部奪還したんじゃない？東の橋に向かう、ここな。順将、ルナフレーナと指輪の捜索はどうなっている？やっぱこいつな、カリゴな。頭は殴られて退場して、巨神が立ち塞がり、
苦戦を強いられています。巨神がノクティスを守っているのか。戦闘が長引いて回復するんだ。ルイス王とカンナギを生きて捕らえるのは不可能。祭壇には私が行く。軍を交代させろ。しかしこの腕の行き札を知らないわけではない。指輪は回収するだけでは意味がない。承知しました。若造、属国出身の分際で偉そう。どうせ妹の身を案じているんだろう。近くでタイミングよくやれば HP が回復して戦闘が楽になるってことだ。最短ルートはどうだ。最短への道は5G にはその一瞬のタイミングが結構厳しいな。おお、本当だ本当だ。69回復したわ今。これもう四角ボタンを押す準備しておいた方がいいな。なんとかして切りがない。じゃあバグじゃなかったんだ。おっ、クワールが来た。終わりだ。便利だ。ハイジャンプ便利だ。なんでだ。まずい。逃げろ逃げろ逃げろ、爆発する。またか。うわあ、これ何が起こっとんよ本当。あ、窓アーマーか。やばい、囲まれちょる。爆発する爆発する爆発する。爆発する爆発する爆発する、するするする。逃げて逃げて。全体に通達。オルティシエ全域より撤退する。3分以内に渡船場に集合せよ。ボートを用意してくれ。祭壇に向かう。
正気か、無茶だ。王を助けるためだ、頼む。彼の言う通りに。了解です、感謝します。イグニス編結構大変だな、これ。矢印の方法。俺たちも必ず追いつくかんね。わかった。これでオッケー。あんたか、準備はできてる。恩に切る、早く撤退しろ。ここももう持たない。本当に生きてると当たり前だ。無事を祈る、あんたと王様に。ん、キャンプあるよ、セーブしとく。いや、宝箱もあるよ、あそこ。なんかちょっとグラディオラスともプロンプトとも毛色が違うな。なんかおうおう、アイテムだらけじゃん。あー、なんかな、ここに来てやっとアクション性が出てきたって感じがする。イグニス使ってて、このワイヤーアクションがあるおかげで。なんだけど動きがアクションゲームの動きじゃないから、どうしてもなんか操作に難があるっていうか、癖があるっていうか。これ力入ってるんだ、入ってそう。ちょ、落ちるな落ちるな。ちょっと操作に癖があるけど、イグニス編。船乗ってて落ちるんだな。右か。ここからなら祭壇に行けそうだ。すげえリアルだ。すげえリアルっていうか、すげえすげえ映画みたいだ。この感想のコナミ感、マジで映画みたいですごい。でしょうな、頭思いっきり殴られたもんな。俺もそれしか覚えてないわ、こいつ。あ、
ワイヤーが破損したため魔導フックショットが使えなくなりました。おられ基地では世話になりましたね。あの時の借りをお返しします。この野郎、降伏すれば痛みなく殺してあげましょう。だが断る。さっさと死になさい。来たか。遠慮なく行きますよ。ああ、結構ぬるぬる動くな、本当。何かありますか。まず手始めにあなたを殺し、紅葉の指輪を手にするのはこの私。これは 4K の 60fps 以上でやるべきだわ。すげえヌルヌルしてる。見てるこっちはちょっと気持ち悪いもん。時間が惜しい。こちらから行くぞ。逆にすごすぎて、最近のゲームのこのヌルヌル感とかがすごすぎて、本当に感想がコナミ感になってしまうわ。ただの雷に変えて、ジャンプだな、ジャンプ、ハイジャンプ。単体だから炎に変えて、炎大丈夫か、なんか上に攻撃していってない、これダメだ、雷だ。やっぱりこっちの方がなんか回避しながら戦える。外すかそれ、ジャンプ。もう一丁、もう一発、もう一発。よし、炎に変えてのサーチアイ。よし、このカリゴ将軍全然ええとこないな。出番なさすぎじゃろ。レイブス、まだバーサタイルの方が扱い良かったわ。むしろちゃんとプロンプト編でちゃんと回収したわ、みたいなバーサタイルの存在を。やけど何度このカリコ将軍とやらは何しに出てきたんよ。頭殴られイグニス一人にボコボコにされ、ええとこねえが、全然ええとこなしや。ひどいでしょう。
争うつもりはない。手を貸せ。カンナギ島の救出ルートを確保する。わかんない、レイブスのしたいことがわかんない。これでわかるんでしょう。危険な賭けだが、理解したようだな。待て、ここは氷、氷がいい。分かってくるとイグニス楽しいわ。操作方法が分かってくると。目が慣れてくるとちょっと楽しくなってくるわ。そう考えるとグラディオラスはダメだわ。やっぱりグラディオラスは体験振り回してるだけだったもんな。ね、これは妹を守るために、助けたいがために今協力してるってことか、そのルナフレーナを。あれでもルナフレーナここで死ぬんじゃなかったっけ。いやでもなんかイグニスのイグニス編のタイトル画面、なんかルナフレーナ抱いてなかった。あれもう死んでるってこと。変わらんのよな、死ぬんよな絶対に。わかんない、タイトルのあれならついてこい。だってほら、ノクティスが生きるルートもあるんでしょ。ノクティスが生き残るエンディングがあるんでしょ。ああでもルナフレーナがそれで生き残るとは限らないんだ。そうだよな、ルナフレーナはあっこで死ぬんだよな。生き残るのはノクティスだけで、生き残るというか生きるエンディングがあるっていうのはノクティスだけで、ルナフレーナが生きるエンディングではないんやな。ちょっと待って、もうややこしすぎて自分で何言ってんだか分かんなくなってきてるわ。くそー。2000円か。ポーションを5個、ポーション5個、ハイポガス3個、ペニオがなーい、いらないか、そこまでいらないか。やめておけ。交代命令を出している。時間の無駄だ。お前は、うん、なぜ帝国を敵に回す。なぜ帝国を敵に回す。妹を助けるのに理由がいるのか。と
私とルナフレーナは一族の使命を果たすため別々の道を歩んだ。ただそれだけだ。うん。その腕は義手か？あ、本当にそんなルートがあるかわかんないんだ。以前生き残りルート。義手ではなかったはずだが、かつて私は頼りない王に代わりこの手で闇を払おうと考えた。これはその報いだ。力を貸してくれないか。ノクトに力を貸してくれないか。勘違いするなよ。お前と道を共にしているのは利害が一致しているからだ。味方ってわけじゃないんだ。やっぱりの狙いは紅葉の指輪にある。指輪が渡れば二人の命が危ない。急ぐぞ。分かっている。時間が惜しい。同感だ。窓は我が徘徊しています。敵に気づかれないように近づき、時間内にレーブスの合図でスニークキルで倒しましょう。敵に見つかったり敵から離れすぎたりするとゲームオーバーになります。静かに進め。分かっている。遅れるな。ああ、これでいいんだ。本編でレイブスと戦闘あったよ。でもレイブスと戦闘あったよ。これ本編で戦ったじゃない。誰に聞いている。あの市街化したさ、基地で戦わなかったっけ。うん、戦ったよ。市街化したレイブスと戦うところでしょ。本編で戦ったよ。市街化してた。市街化しとったよ。どこでだっけ。ほら、あのみんなで逃げようとしたときに、そのままお返しする。ほらほらほら、ノクトだけ逃げろって。で、そこでバハムートが出てくるってところだよ。お前はノクティスが真の王になる。ノクトが一人で逃げる前にレイブスと戦って。テネブライが戦火に包まれた日、真っ先に逃げ出したレギス、その息子が真の王になれると。王を支えるのだ。カンナギの使命だ。フルーレ家の責務を果たしたのだ。王としての自覚が芽生える。雷で近づいて氷に変えるのか。そういうことか。消えろ。もらった。向こうに赤い点があるんだけど、あいつらか。あの戦艦か。赤い点は
印のと本編無印って違うんかな、修正されてんのかな。無印もあれエンディング後にやっぱ強えわじゃなんてない、やっぱり。奥義読み送り、おお、やるが。からのハイジャンプ。問題はない。異性だけは認めてやる。ノクティスは真の王にはほど遠い。このままでは星は闇に覆い尽くされ皆が死ぬ。ノクトは今はまだ王としての自覚が足りないが、決して自分が背負う運命から逃げ出すような人間ではない。その言葉通りであればいいが。ほんとイグニスはあれな、一切キザなところを見せんな。先を急ぐぞ。ああ、もう見た目と中が全然違うが、これノクト、ルナフレーナ。あ、マルさん。ルナフレーナ様の、歴代の王の剣と聖石の魔法、六神をも超越した力で全てを浄化する。お前が玉座で命を捧ぐほか、この力を解放する術はない。お前の命と引き換えに力を解き放てば、全てここで知ったんじゃない、死ぬことを。偽りの王は闇と共に滅び、世界には夜明けがもたらされよう。人として生きる喜びを捨て、王の使命を全うするのだ。さあ、力を求めよ、真の王の力を。これここで知ったんじゃない、イグニスがそうなるってことを。今の光景は何だったんだ。まあ確かにな、これを本編でやらないと、なんでみんな死ぬこと知っとったんかなってなるわな。知らんかったんかな、知っとったんかなってなっちゃうわ、そりゃ。ノクト！ルナフレーナ、かつて母もルシスの犠牲になった。そして今我が妹までも。ほどけ！何のつもりだ！無様な王、ノクテスをこの場で殺す！これで目を怪我するってことか、まさか。守りきれなかった無念さは分かる。だが、矛先が間違っている。お前に何が分かる。ロックオンでどうするんだっけ。
アイテム、アイテム拾う、アイテム。それどころじゃねえ、まずは。アイテム拾うのは優先じゃん。使命を果たしているに過ぎない。俺も、お前も、ノクトも、行くな。前の言っていることは何もかもとは。ハイジャンプ、ハイジャンプ。バフか、自分にバフか、オーバーブースト。そこだ。こいつはゴリ押しいけるわ。レイビスはあ、相手の雷さえ気をつけて、気をつけておれば、気をつけて回避すれば何とでもなる。使命を果たした。お前に後悔などないのだと。だがわずかな間でも愛する者の隣で笑うささやかな望みを叶えてやりたかった。綺麗な花嫁になっただろう。カンナギは死してもその使命から解放されることはない。それすら後悔しないのだ。こいつを行くな、ルナフレナ。残される俺は。あのタイトル画面は何だったの？じゃあ、何だろう、あのタイトル画面は。すべては王のために。なんか話がややこしくなってきたぞ、これ。イグニス、グラデオ、一人か。プロンプトは
絶好のチャンスかな。ルーナはヒーラーなんだ。アーデン。ん？あれ？バレちゃった。まさかの。ここまでお疲れ様。このざまを見てどう？何を？君、本当はがっかりしてるんでしょ。立派な王になると期待して命までかけてきたの。やめろ！俺もなんだ。だから諦めて、旅も未来もここでおしまい。何を言っている？ノクター！やっぱり仲良くなったね。一つ提案なんだけど。なんかアーデン声どっちがいい？声おかしくない？え？アーデンに抗い戦うよ。声変わってなかった。大丈夫だ。藤原さんだ。最初から決めていた。何があろうとノクトは最後まで守り抜く。君に使いこなせるわけないよね。これで目が見えんくなったってことか。聞いた。ならば俺にも。それ使う。お、戦闘か。王様を助けて、これを倒して。欲しいのがいるな。先にいたのか。ダメージ5桁とか出てないなんか。進化に囲まれて羨ましい。
エレメンタルダガーに宿っていた指輪の魔力の効果が切れました。うん、危ない危ない、今日はここまで。死んだらダメだったのこれ、もしかして。無茶なことは。ノクトは無事か。無事だ。お前が守り抜いた。そうか。イグニス、どこだ。ノクト、イグニス。死ぬな、生きて。お前の使命を果たせ。人変わりすぎじゃろ。イグニス、俺は俺の決着をつける。ノクティス、待っているぞ。絶対あったね、レイブズ編も絶対あったね。絶対あるよ、あったはずよ。だっていきなり死骸化して、え、終わった。短くね、イグニス編1時間で終わったよ。え、もう終わり？嘘じゃろ？尺が余った。やるか、アラネア。アラネアとレイブスちょっと戦ってみようか、じゃあちょっと。どうだ、調子は。別に。ノクト、旅はここまでにしないか。はあ、この先何かもっと大きなものを失う気がする。だから。何言ってんだよ。ここで俺が投げ出したら、みんな何のために死んでったんだよ。ここやな、ここでイグニスはもう知っとったんやな。じゃあお前が お前がそんなこと言うな。決めるのはノクトだ。だが
迷い悩むことはみんなで一緒に考えよう。一人で抱え込まないでくれ。また来る。で、ノクトがいなくなってる間にイグニスがみんなに話したってことじゃない？これさ、もっとさ、イグニスがさ、もうちょっと早く言ってればさ、こう、ほら、ノクティスがさ、倒れてる時にさ、みんなに話してればさ、ゴリラもあんなに怒らなくて済んだんちゃうん。あんな険悪にならないと、ならなくて済んだんちゃうん、ちゃうんですか、これ。そんな気がするな。あとオープニングじゃない、あのタイトル画面、あれなんだ本当に。なんかの伏線か思うじゃねえか、あんなの。いろいろあったけど結構楽しかったわ。ああ俺もだ。だから思い残すことなく使命を果たせる。お前らと声なルーナが守ってくれたおかげで。ノクト、俺は最後大切なものがあるから俺はここまで来れたんだ。一人で行くんじゃねえよ。お前らの思い出も一緒だ。イグニス。いや、絶対みんな止めんと思うよ。ありがとな。止めんと思うよ、言うタイミングとかによってもなんか。だってノクトは知らんわけだからさ、無理してでもノクティスは行くって言うよ。そしたらもうこの人たちはみんな王を守るってことでついていかなきゃいけないって、絶対にそうなっちゃうよ。止めるってことは絶対ないやろうな。ちょっと消化不良だな、イグニスの話は。1時間で終わったっていうのもあるし。うん。ちょっとトロフィー見るか、イグニス編の。カウンターアクションで10体の敵、サーチアイを使って100体。オルティシエの記録を全て集めたってどういうことだ。あとこの2つなんだろう。
そうなんよ。ノクトが死なないと確かにな、夜のまんまなんよな。チャプター3の選択肢が解放。一部のショップに万能包丁、まな板、限定皿、メガネが解放。エクストラチャプター、エクストラバトル、武器、エレメンタルダガが本編で使用できるようになりました。選択肢行ってみる？チャプター3の選択肢が解放。もう一個の選択肢見てみようか。多分あれだよ、あらがうか。今日カミカミだわ、なんか下がうまいこと回ってないわ。全然飲んでないのにあらがうかどうかだ。お、別の運命を歩むことができます。ちょっとこれを見てみよう。これを見よう。でちょっと待っててね。神が悪いんだろうか。結局でも結局の元凶はアーデンでしょう。あれが七代先まで呪うみたいな感じで往生際が悪かったってことでしょう。まあそれもアーデン編をやったらわかるか。アーデン編やるか、ちょっと週明けに。イグニス、グラデオ、一人か、プロンプトは。これが別エンドってやつな。アーデン。あれ？バレちゃった。ここまでお疲れ様。ねえ、主のこのざまを見てどう？何を？君、本当はがっかりしてるんでしょ。立派な王になると期待して命まで生きるか必要だったこれ。俺もなんだから、諦め、旅も未来もここで惜しんで。何を言っている。巻き込まれたってよりアーデンはノクター、アーデン勝手にやってるでしょう。本当にもうなんだろう、恨み晴らさでおくべきか的な。へえ、すっかり仲良くなったね。絶対アーデンもそうよ、恨みを晴らすために行動してるよこれ。アーデンは神関係なく
神をも利用するみたい。一つ提案なんだけど、ここでみんなと死ぬ、それとも君が俺と一緒に、どっちがいい？ここな、ここの選択肢な。アーデンと共に行く。手のひらくるくるくる。いや結局それもうアーデンがさ、ちっちゃいんよ、範囲っていうか、やってる FF シリーズのラスボスにしてはやってることがちっちゃいんよ。ここどこだと思う？ジグナタス要塞、君たちから奪ったクリスタルが置いてある場所、知りたいんでしょ？俺が何者なのか。気の済むまで探ってみなよ。話が本当なら、ここを手とぐられや。なぜ俺も、目的は何だ？イグニス編が短かったっていうのはこういう理由があるのか。こっからまたちょっと続くってことか。イフルートってやつな、こっちが。向こうが正規ルートで。汚れと身上に成績に拒まれ、大いにつくことなく葬られた哀れな。黄昏を喰らい、闇をまとい、暁を染めに、いつしか不死となりて、王家への復讐を果たさんのため、世界を闇で覆わんとしている。闇、王家への復讐。戦績、星の魂の前、真の王が光の力を得るための妖乱。神が、人が、闇に抗いながらも真の王の誕生を待ちわびる。真の王が使命を果たし、星の闇を払う。その時、ノクタのことか。うん。ああ、でもそれを言われたら確かに、ちっちゃいアーデンやってることがちっちゃいわって思ったけど、世界を崩壊まで行こうとしてるもんな。これあれ、なんかあれじゃない、その指輪をつけた。そうか、でもつけてないもんな。指輪つけてないのに、なんでその特殊能力に目覚めたんだろうっていう。なんで謎の声が聞こえるようになってんだ、イグニス。何があった？
アイテムらしいアイテムあるが、あるある、いろいろちゃんと拾っていくよ、こういうの。できるイグニスはこういうのちゃんと拾っていくよ。歴代の王の剣と聖石の魔法、指輪に蓄えられた力は六神をも超越する。その力は真の王を依代として写しに発言し、闇を払い星に夜明けをもたらすだろう。ここは本編でできなかったんじゃない？これがあるから、このイグニス編はこのイフルートがあるから本編でできなかったとか。ノクトへの執着もそのせいか。まあ間違いではないんだけど、そんな単純な話じゃないんだよね。俺の名前、正式にはアーデン・ルシス・チェラムっていう。ルシス・チェラム。そう、実の弟に殺されたルシス王になるはずだった。今度から陛下って呼んでもらおうかな。偽りの王に使える気などない。あ、そう、じゃあさようなら。お、待て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 、アイテム使えんだ。本気でやって。よくわかんねえな。あれなんじゃない、もともとダウンロードコンテンツありきで作ってたとか。俺の望みはクリスタルの力を得て真の王になったノクティス。でもあの子頼りないだろう。だからもっと試練を与えないと。は？俺にとっては
世界などどうでもいい。それ君が持ってたの。ノクトが犠牲になる未来など絶対に認めない。そんな運命は俺が断ち切る。急展開。ノクトは王の自覚を持ってもらう。これから与える試練を。最近のゲームってどれもこれもさ、ダウンロードコンテンツありきって感じじゃない？もう俺はそれ嫌いなんだけどさ。ただでさえゲームの値段さすごい上がってるさ、1本7000円8000円とかでさ、それで本編だけで完結しないゲームばっかりだよ今本当に。どのゲームもそれ外すか。分岐させる必要を、指輪の魔力の効果が切れました。分岐させる必要がこの後わかるんじゃない。命をかけて戦う、またここで分岐？ああ、どっちを選んでもってことこれ。強い魔力が宿りました。そうじゃろ、外すで大事なところ。大技すぎてどれもこれも外すな。
決める。おお、あれだな、あのアーデンが立ち止まっとるときに、遠距離で立ち止まったときに、これはどうだ、ジャンプだわ。ここな、ここな、こうな。あー外しとる。あーくそ、よっと危ないね。危ないね。ここ、ここ決める。あ、ダメですね、動き寄ったか。寄った。多分もうそのダウンロードコンテンツっていうのがもう多分あれだと思うよ。もう今の時代もうな、どのゲームもせこいと思う。絶対ダウンロードコンテンツで保管させようとするんだよ、そういうの。うん、どのゲームもありきなんじゃないかなって思ってる今は、今時代。例えば武器防具ならさ、自由に選べれるじゃない、強い武器強い防具みたいなダウンロードコンテンツならいいよ。まあそれは自由だし、ただ新しいストーリーを入れてくるとかはやめてほしいな。なんでジャンプボタン出ない、本当に。ジャンプ外すな、結構ジャンプよりもオーバーブーストの方がいいか。やっと半分か。ここはエリクサーか。まずい。ノーだ。からのオーバーブーストで底上げして、これ結構決める。おお、やっと当たった、一発ジャンプが。ジャンプ当てるだけでも大変だなこれ。今なら当てれるか、ジャンプ。フラついてる、フラついてる。おお、今3万出たろ、合計で3万5千ぐらいダメージ出たよ。ん？指輪の魔力の効果が切れました。いや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 、もうちょっと頑張ろうよ。命をかけて戦う。まだ全ては差し出せん。まだダメだ。
外した。バックとして、バックとしては背後とっていこう。待てよ、この時はいやダメな気がする。これコル将軍で学んだよ。赤い時はダメなんでしょう、多分ね。その技、なんだその技、チャンス。ダメージ受けてないなぁ、ね、ガードしとるな。やっぱ赤い時ダメなんかこれ。覚悟、わぁ狙ったかのように避けるなぁ、ね、本気でやっ、よし当たった。さすがにアーネ HP フル回復してたらきつすぎでしょう。当てれたら大きいな。1万とか2万ぐらいダメージ与えてるもんな。え、またどうなるんだこれ。これが延々と続くってこと？あ、もうこれしかない。命を全て差し出して戦う。結局これを選べってことか。どこへ打っちゃうんだ本当に。もうちょい当てようよまともに。ダメージ量がもう26倍とかわけわかんないことになってるよ。ガーデンどこだ。
全然当てらんないわ、ジャンプが。アイテムが持たないわこれ多分。ダメージ量が全然違うもんな。ほらほら一発でもうこれだもん。エリクサーももうないし、時間ねえ、あと2分。これが当たらんと本当に。倒した、やった、きつかったちょっときつかったわ本当に。俺もう負けかと思った。俺の復讐は真のノクティスを殺すまで終わらない。イグニス、レイブスが力になってくれたんだ。一人で無茶しやがってバカ野郎。こんなのっているこのルート俺が弱いから必要だったこのルート。いらんじゃろなんで俺なんだって、なんで俺ばっかりって。どうしたいのかもわかんねえのに、お前らを付き合わせてた。俺はもう誰も失いたくない。力を貸してくれ。大切な仲間を守れる力を。これ助かるってこと？イグニスは。王とは、うん、絶対に立ち止まってはならないものだ。どれほどの犠牲が出ようとも前に進み続けなければならない。
生きとるか。本編でこれをやらなかったっていうのは脚本もやっぱ悪いんじゃない？カエル集めまであるんだ。カエル集めるんだ。本編の脚本にこれを書かなかった方も悪いよ、多分これは。何事もなかったこのようなイグニス、怪我もなく。やっとここまで来られたか。まだまだトロフィーまだまだいっぱいあったよ。ああプロンプト、グラディオ、エグネス、この10年今日この時のために準備をしてきた。みんなで決着をつけよう。俺たちはこれが死なないルート。胸を張って生きる。何？俺たちの戦いはここからだ的な？何があったん？もう何があったんだ。これが死なない、死なないと噂されるルートか。もうどうなんの？生きてるー、生きてるもう一つの可能性。
イフルートな、こっちが。ああ、そういうことね。まああれよ、みんなでボコボコにしたからだね。もうやめてみたいな。ああでもうやめて。もうそれしかねえ。もうそれで通すしかねえ。アーデンがもうやめて、もうこれ以上は、これ以上は、あ、変わってる、絵が変わってる。なんか突っ張りみたいになってる。服装といい、なんかどっかのグループに属してそうな気がする。ちょっと一回やってみるか、終わる前に。エクストラバトル、クリスタルに選ばれし運命のおぬ、なんでよ、なんでノクティスと戦うんよ。そこは普通さあ、レイブスちゃうの。なんでよ。どうした、このエピソードイグニス作ったやつ、なんかあれじゃないん、こう居酒屋行ってからなんか酔った勢いで考えたとかじゃないん、これ。なんだよ、お前が手合わせなんて珍しいな。たまには俺が訓練の相手をしよう。なんでもと、お前が真の王にふさわしいかどうか俺が見定めようと思ってな。グラディオと違って、誰だろ、伊勢新た、甘く見ていると後悔するぞ。たく、めんどくせえ。俺が勝ったら、ユーラ、ユーラ、全ての野菜を食べてもらう。あ、ユーラ新た、誰だろ。絶対負けらんねえし。覚悟はいいな。ポーション10個、ハイポーション3個、フェニックスの2個、エレクサーとハイエレクターが1個ずつ。ノリで書いてる。よーし、うっそじゃろ。よーし、言うて1500か。なんだなんだなんだ、グラビで。もうこれポーションゲーになりつつあるから、ポーション使うだけのゲームになるか、これ。うわー、惜しい。
ゲームジャンプ向いてないんじゃない、このゲームシステムに。だって今までの FF でさ、ジャンプってほぼ100発110よ、まあ、このゲームシステムにジャンプ向いてないって絶対に。攻撃が全然当たんなくなってるな、こっちの。ここまで攻撃が当たらないっていうのもダメでしょ。ほらほら全部当たってないよこれ。今ジャンプ300って、ダメージ300って。ダメじゃろ、もっと命中率高いよジャンプって普通は。これリーキシに恨みでもあるんか、なんか作ったやつ。こうでしょ、ほらこれ、ほらこれ、これダメでしょ、いくらなんでもジャンプ。ジャンプの存在意義。さっきから攻撃もさ、30とかしか、ほらほら20、30しか与えられてない。この攻撃力の差。わざとわざっと難しくしました感がすごい。これこうキリがないが終わらんが、これコル将軍と戦った時も思ったよ、成功法がないっていうの。普通に戦ったんじゃ絶対に勝てないっていうのが分かった、コル将軍。4倍の時になんかダメージ値が4倍になった時に技を当てていくっていう方法じゃないと勝てないっていうのが分かった。それはどうなんかってことよ、普通に勝てないのってどうなん。それを駆使しないと勝てないって。勝ち方が要はその1種類しかないっていう、その方法しかないっていう。そういう、でフェニックスとかな。デース使ってくる。ノクト。終わり。あれ。これサーチアイすら必殺技すら当たんないもん。ダメージあっても20とか、ほらクリティカルで60だよ。
いろんな方法を試して、あ、この方法でも勝てるんだ、この方法でも勝てるんだってなったら面白いけど、方法がまず1個しかないっていうのがまずクソ。ましてやそれがアクション RPG だけど アクションにしちゃってるってところでもうクソだよそれ。それは練習すればできるようになるかもしれないけど、それが一生できない人だっているじゃん、アクションが苦手な人って。アクション RPG を歌ったんならちゃんといろんな方法で勝てるようにしとこうよみたいな。からのこれダメだわ、絶対勝てないわ、これダメだ。これは勝ち方を考えなきゃっていうか、ちょっと見てからやらなきゃダメだ一回。いやでもこれイグニス編はひどい話だった本当に。ちょっとひどいわこれは。プロンプト編がよくできてたわ、そう考えたら。あれ面白かった。でこれ多分ね、イグニス編もグラディオラス編もプロンプト編も作った人違うでしょう、これ考えた人絶対違うよこれ。なんかまとまり良かったよプロンプトは本当に。武器も合ってた。武器もなんだろう、マップの進み方に結構合ってたし、グラディオラスは結構クソだったな。うん。でこれな、これこの絵は何かの伏線だったのって思わせるじゃない、何にもないっていう、ひどすぎる。だってあれなんでルナ・フレーナ抱きかかえてんのってどこ行ったの。これはどこを指して、どこを指してんのこれは、どこの話これはって俺今思ってんのよ。もうあれ死んでんのよね、ルナ・フレーナはあれは死んでんのよね。で アーデンが一緒に来るかって言ってるところよね、これ一緒に来るかって言った後よね。これは分かんないわ本当に。ちょっと5分だけ、ちょっと5分だけやらしてもらおう、ちょうどいい時間だけど。ちょグラディオラスのコル将軍と戦うのひどいよこれ本当に。多分今ならどうだろう、勝てるかな、5分もあれば終わるかな。これもひどいよ勝ち方。カメラロックオンどうすんだっけ。
もう勝っても負けてもだ。一回だけ。もうコル将軍は俺1時間ちょっとかかったな、勝つのに、勝つまで。よく知れよ、果たした。その実力、どれほどのものか見せたのか。牽制の次は将軍か。沈め！相手に何か不足はねえだ。行くぞ、グラディオラス。これな。遅い。でたまに攻撃をこっちから当てていっとかないと、あの必殺技ゲージがたまらないってことなんやな。遅い。もらって。ポーション3個よ、こっち無理よ。これな、コール将軍はなんかあんな飛び道具打ってくるし。もう汚いな、これ本当に。これ無理無理、これは無理。構えろは無理。しかもコル将軍フルパワーになるの早すぎる、マジで。もうちょっと遅かったろ。来るよ来るよ、ほら来た。じゃろ今の。修行が足りないようだな。負けじゃ、これ負けじゃ。ええとこまで行ったのにな。きついじゃろこれ。今惜しかった本当に。あのね、ゲージが全然足りてなかった。必殺技打つのに。もう
うやめるわ今日はもう今日はもうここまでじゃいい時間じゃきつかった今日は。でもあれだな、本当にひどかった。イグニス編はひどい、あの投げっぱなし感がすごい。投げっぱなしっていうか本当に適当感がすごいわ。終わろう終わろう、次はアーデン編で来週アーデン編をしよう。ちょっと次は今日のはひどかった。終わろう終わろう、お疲れ様でした。またまた次回。本当でいい時間だよ、つれえわもう終わろう終わろう。